よし。お、カレーまで行った。確かお父さん、ここのカレー来るまで待ったな。絶対さ、かもとって。このパンのところをこのままに食べさせて。ちょっとカレー行った。カレー行ったところで。ここやな。悪いわ。大体が見てんねん。かま。めっちゃおけつかまれて。ストップ。もしかするとどれ？もう駄菓子屋かもしれん。そうやろな、絶対に。これは駄菓子屋。駄菓子屋さんです。もしかすると駄菓子屋。ほな、1人さっきさ、ここに1人3個まで。え？ 3 個まで。もうオーバーしてるやん。3個やろ。3個やのに、お父さんだって一応言うのになーずなーぜ、なーずなーぜ。お父さんのカレーやから。お父さんのカレーやから。けど、せーの、ありがとうございます。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 パクリパクリちゃう。はい、ご飯行くから座敷取ってくれてるから、よいしょ、ミニハウス、ハイハウス。ミニーちゃん、ご飯帰ってくるまで待っとってね。分かった？えらいね。高評価。ツーボールワンストライク。ありがとうございます。激辛台湾ラーメンと、あとニンニクチャーハン。いただきます。いただきます。うまそう。まあ、量多い。ツーボール、ツーボールワンストライク。いただきます。それ雄大に言うやん。雄大に頼むわ、ロビー。雄大に頼むわ。でもそれはいいよって言おうかどうかは雄大次第。いいよ。いや、あんたが言うとき。はい、バカにしたか。こっちにはあります。あまり優位に立ってるやん。雄大、もうちょっとやばい。もうちょっとこっち。じゃあしっかり食べて旅行を楽しみましょう。高大と雄大とお母さん風呂行ったけど、お前ギャーギャー言うとったやん。でお父さんも行くな言うたけど、何をお前はしたかったん？お父さん、朝男風呂入ってな、うん、お母さん風呂入って、それでな、お風呂入って。でもさ、お父さんは今日は行かへんでって言っとったやろ、お母さん。なあ。ちゃうかった？そうやろ？ほんだら、雄大とお母さんが、話違うやん、だって。お前が言ってた。高大が、行かんかったらそれでよかったんやけど、高大が行くって言ったから、高大と、周大が、一緒に入らなあかん言うたら、お母さんと入られんくなったやんか。それでお前ずっとギャーギャー言うとったんじゃないのって。ちゃうかった？お父さん話聞いててんけど。どうやった？あの時、お母さん、誰もおらんかったよ。私おらんやるって言われた。誰もおらんかったからいいけどって言ったけど、高大が来たわけやんか。高大来たらさ、小学生以上男風呂に入らなあかんねん。ルールやねん。おらん方もさって入らないといいかなってお母さん言ったかもしれんけど、高大が行くって言ったわけやろ。とか言ったの。わかる？ほんとお前遠回しに高大行くな言うてることやん。高大来んかったらよかったのにって言ってることやん。それをギャー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 さ、廊下のところでさ、5分も10分もさ、言ってさ、8時からご飯やん。今7時55分やん。みんな出て行ったんさ、15分前やで。無理なことは無理なんよ。泣いて解決することじゃないんよ。どうなん？結局お前今どこ、今風呂入らんとおるやろ？お父さんが怒って。損やってるやろ、泣いたら。できることもできひんって言ったやんな。うん。わかるかお前。言ってることを。できん言うてることを、自分ができるって言って、やってくれ言うてできひんかったとき、風呂も入られへん。怒られる。わかる？
誰がそんの。そうや、修太がそうやね。でもお父さん言ってたやん、朝お風呂行かへんでって。お父さんは行くんやったらさーっとこうやってシャワー水浴びるだけ行くって言っとったやん。お父さんと入ろうと思っとったって言ったら許してもらえるわ。嘘つくなって。わかるか言ってる意味。お母さんと入りたかっただけやろな。あどっちやね。そうやな。お父さん聞いてたから話。そんな男になるなって。な、結局得られへんかったやん、両方。な、嘘ついて怒られて、風呂入られへんかったやん。な、でも一回で怒ってるわけちゃうやん。しつこいねん。無理なことは無理やねん。泣けば済むんちゃうねん。泣いとったら時間は進むねん。わかるか？よく覚えとけ。あと話すり替えて嘘つくなよ。一番嫌いなやつやからお父さんが。わかった。わかった。それやったら、自分がしつこかった、次からしつこく言わんと行こうでええやん。わかった。チャンネル登録、よろしく、お願いします。コウダちょっとついていったってほんま時間ないから。お前が怖い時ついてきてくれてるやん、シューダー。はい、じゃあこれ。これ、コウダカメラとシューダーカメラで二人で収まってよ。顔はめしていき。いや、今日はね。あ、よし。ね、あれはさ。はい、人に任せる無責任なことをするから。そうやって。なあ、雄大が悪いんですか。雄大に任したあなたじゃないんですか。雄大あ、また怒ってるやん。うん、怒ってる。鍵を雄大に任したからって言って紙袋に入れたって言ってるけど、結局こうなってるのは雄大に任したお母さんのせいじゃないんですか。そうじゃないんですか、雄大さん。普通に、うん、そっちだけ、僕たちルール守らせてんのに、うん、女の子、そっちだけ女の子に優しくしてんの、なぜなぜ。いや、どういうこと。そっちだけ女の子優しくしてんの、なぜなぜ。なぜなぜ。お父さんの方かな。え、何してんのお前。何してんの。それが倒れてきたなあ。お前落ちたやろ。落ちてないですよ。落ちたやろ、嘘つくな。こういうのそんなお前のせいやん。でも落ちたかどうかで当たったん。当たっちゃった。ほんだら先に言うことあるんちゃう。ごめんね。それ言わへんからこうだよ、腹立つやんな。それは当たり前やん。じゃあやってもうたら謝れよ、まず普通に考えて。ごめんって普通そうやろ。え、いいの逆やったらなあ。なあ、こうだ。それは分かる。お父さん、それやったら言ったらよ。ほら、鍵持ってきたで。ほら。普通にあった。ただのとこにあった。ほら。はい。それはなんで鍵が、こういうことになったら、誰に任したからな。雄大。でも、雄大に任したけど、任したんはお母さんやな。そうやな。お母さんが悪いわ。そう。全部。お父さんが起きへんかったのもお母さんが。そうや。お父さん超えてんのもお母さんが悪い。いや、違うよ。僕起こしたよ。お父さん超えてんのもお母さんが悪いよ。そんな。全部自分のせいやと思わなかまずやった人は。ほんまにそっくりそのまんまそのこと。あ、すいません。え、カメムシや。ちょっと待って。うん、ま、あかんね。あ、ちょっと動くない。今刺激したかんだ。まだ刺激すんなよ。今のカメムシいきなり飛んでいった。自動。まあまあ来るやん。すいません。丸八。ちょっと交渉しますわ。5,000円。いや、そんなもん。あ、1,500円。5,500円。そうやね。
ちょっともう一回戻ったら芝居できますわ。やばいやばい。マジで。いやでもなんか初めてやったからな、家族で来れたのは。そうそう。だからちょっとマナーウェアは、うん、旅行中にっていうのはね、うん、考えないと教えてもらった気がする。だからもう、うん、サムネイル請求されると思ってなかったものが請求されましたって入れといて。いやいやこちらこそ。すいません。一旦写真撮ってもらっていいですか？家族写真。ありがとうございます。最後まで見てくれてありがとう。しょうやおとこ三兄弟、三兄弟、大きい声で三兄弟、トントーだ。